体力も満タンですしね、行ってもいいでしょう。そういえばいたなというか、私のお気に入りのね、豆ですよ。いくら戦うまいといえ、お前には水をね、貴重だがな、こういう水が意外に最後に大事だったりするかもしれんが。おお、そうか、腹がいっぱいになったか。しかしお前いつもここにいるよね。少しは動かないと体に悪いぞ。よし、少し散歩にでも行くか。ついてこい。お、マメ、ん、どうした、行きたくないのか。くん、何か動きたくない理由でもあるのか。飼い主に餌ももらえていないようだし、何か事情がありそうだな。なんだろうね。まあ待ち続けるってことだから、多分飼い主を待ってるんでしょうけど、ただちょっと詳しい経緯はよく分かりませんね。あ、そういえばこんなやつもいたな。もうしょうがねえな、あの正義感だけあるってね。いや、あなたはいつぞやの。またお前相当にちょっかい出してボコボコにされたのか。し、失礼な、人々の笑顔を身を挺して守った、そう言っていただきたい。物は言いようだね。それにしても痛い、全身が痛すぎる。ふっ、お前も懲りないな。そりゃもうたびたび申し訳ありませんが、傷を癒すものを持ってきていただけませんか。なんかあったかな。あー、しょうがねえな、もう傷薬やるか。お前ごときにもうしょうがねえな。もう、お、これはこれは、ありがとうございます。しかしながらまだ痛みが残っておりますゆえ、もうしばらく私の中まった仕方ねえな、まったく手間のかかるやつだぜ。な、これからな、もう大事な戦いがあるって時に貴重な回復薬を渡してしまったよ、まったく。よし、行こう。じゃあもう何度目かのリベンジ行きますよ。大丈夫か。もうね、これ十分でしょう。もうね、銃も強化しましたし、こうなったら銃ももうとことんやっちゃうかな。これなんだ、これ大筒国庫ですよ。大筒持ってないからな。あ、威力がアップ、よし。これもちょっと、もうやれるとこ、やれることは全部、あ、経験値が上昇、まあいいか。もう銃で行くと決めたからな。この辺は別に必要ないな、これ。まあいいや。よし、じゃあ行ってみますね。これだけあるから、はい、行きますよ。銃で行きます。うん、お、あなたはお待ちしておりましたぞ。小夜子様が無事に落雷を取り抜けられるようご用意してくださるのか。やってるぜ。そうだ、このミッションをやるために俺は何時間かけたんだ。はい、分かった、任せとけ。ちょっと待ってくださいね。こんな時に音が出ていないとか、最悪なことにならないようにちょっと確認だけ。よし、大丈夫だ。よし、行くぜ。おお、引き受けてくださるか、ありがとうございます。じいや、は、聖子様。うん、これ聞いたんだな。うん、もう倒すだけだ。よし、行ってるぜ。行きますよ。これで決める、絶対決める。行くぜ。やばい、こいつ
ちに当てるつもりが当たらなかった。やばい、もう早くも来ちゃった。くそ、やばい。よし、ここでこいつを使う。カゴがいるときはな、とにかくカゴを守ることを考えないと。俺の体はどうなってもいい。よし、しかしちゃんと避けるぜ。これが学んだことだな、本当に。自分の体も守りつつ、よし、行ったか。よし、やばい、何言ってんだ。くそ、これで使う。これお、結構いたな、こんなとこに。よし、いいぞ、いい調子だ今のところ。何何、キャッキャッキャッ、うわ、やばい、やばい、ちょっと待て、お前、ここで、よし、とにかくね、鉄砲系を注意しないと悪いな。やばい、缶を守んなきゃ。今のところ決して悪くないぞ。こっから先は倒せない。やばい、やばい、缶はどんどんいっちゃう。待てよ、いたのかな先に今。自分自身はな、申し分ないんだが、はあ、やっぱり難しいぞこれ。でもいいペースでしたよね今ね。やれそうな気がする今度は。よし、とにかくカゴを守ることを最優先で。あれ、なんかちょっと飛び込みみたいなのやんなかったの。よし、ここで使っちゃおう。あれ、あ、ちょっといまいちだったな。しかもなんか食らってないやつがいるし。とにかく缶を守るぞ。キャットがいってる、やばい、やばい。とにかく缶を守る、缶を守るんだ、缶を守るんだ。やばい、くそ、あいつも勘弁してほしいな、ね、よし、ここでちょっとイメージだったか。でも看護耐久度は今のところは悪くないぞ。どうだ、いざ一人って。あ、やばい、カゴやばい、カゴやばい。
さよこさま。どうだ、ちょっといまいちだな。待てよ、確かさっきここで先に行かせて失敗したからな。やっぱこいつがいたか、やばい。あっ、ほちょっとね、一回録画停止していいですかね。はい、録画再開です。ちょっとね、私本物のお酒を飲んでね、ちょっと頭を、すっきりした状態で、ちょっとね、酒でも飲まないとやってらんないよってことでもないんですけど、ちょっと気分を変えたかったんでね、お酒を、今日はコーヒー焼酎を飲みながらね、ちょっと、お酒は二十歳になってからですからね、皆さん未成年の方はダメですよ。はい、ちょっとね、気分を変えてやってみます。それでね、まあ銃はね問題なかったんですよね。途中まではいい感じでいつも来てるんで、とにかくね、何がいけないんでしょうか。はい、なんか私もよく分かんなくなってきちゃいましたね。